日本の社会の経験で大変だったところ。文化の違いだと思ったところ。日本で遊ん、感動했던거。こちら。ああ、ここです。焼肉屋。行きます。ああ、こっちですか。ああ、こっちか。ああ、なんか今日本に住んでいる韓国の人の日常を撮る動画みたい。猫。初めて東京に来て、初めて来ました。そこで猫がいる。はい。じゃあ、ごめん。これ何ですか？魚。魔法は普通に食べてる。日本の社会で、何が大変だったのか。日本の社会の経験で大変だったところ。まず、漢字です。1も2も3も漢字です。ちょっと前なんですけど、働いたところが松本清志ドラッグストアとイオンモールでサービスカウンターで経験したことがあるんで、特にイオンモールだったら結構手書き領収書が多いんですよ。それだったら漢字を書けないといけないんで、私が漢字がちょっと苦手だから、お客さんのなんか名前で言われても、え、この漢字なんだろうって先輩からちょっと聞いたり、この漢字なんですかって。それでもなんか漢字の書き方もちょっと変になっちゃって、お客さんが怒られたり、それ良かったですね。でもそのおかげで今の、このぐらいで成長していけるおかげじゃないかなと。本当にいい経験ですので。それでもう一つがやっぱり言語が一番大事だから、なんかそういう仕事って言語間違うとお客さんには迷惑をかけてしまうし、やっぱり誰でも一緒だけどコミュニケーションが一番大変じゃなかったなと思いますね。いわゆるアジトの渋谷。渋谷、ちょうど渋谷感動する。感じるでしょ。お、頼む、渋谷が近いから。渋谷が近いか。日本で遊ん、感動했던거。日本に来て、感動したところ。日本ではやっぱりいいところは、親切。このお店にいても、みんな優しい。今日なんか逆に、この話をしたら、韓国の店員さんたちは優しくないですかってよく言われてるんですけど。韓国人も親切なのよ。ただ何が違うのは、日本では普通に敬語とか、尊敬を許がって。でも韓国語は敬語って結構決まってるから、例えば、カムサハミダ、そういう感じだけど、例えば、お客様からお行きをなんか頂戴いたしましたから、1000円お預かりいたします。でも韓国でお預かり言わないやん。ただそのままでもらうのが普通の文化。そのお客さんにすごい立場を結構考えて、そういう言葉を出すから、だから日本人の方がもっとすごい礼儀正しいなって。たまにはね、そういう文句するお客さんも来るから、そういう時は大変申し訳ございませんでした。でも日本ではそういうところが慣れてるから、これはやっぱり文化の差だな。これから日本の生活は、日本で住みながらどうするつもりですか？これからだったら、今日本に来て、もうすぐ3年になるけど、やっぱり自分が韓国も日本も、両方が好きで、もっと日本の文化にもっと慣れていきたいし、こちらも日本のことって好きよりも愛してますっていう人なんで、だから自分が愛する国に来てて、もっと日本の社会だな、日本の社会にも貢献したい人になりたいし、もうちょっと広く考えたら、経営者に、僕も日本の経営者に役に立てる人に、なって、これからもっと成長していきたいなって、その気持ちはある。本当に、そういう感じ。チェドンヤさんは日本に来てて本当に良かったと、それを本当に認めてもらいたい。こちらももっと日本の文化にもっと合わせて、それで今日、もちろん言語ももっと勉強して、みんなから本当に、この人が日本に来てよかったねって、そういう話がもう言われる人になりたいなと。あれありますか？日韓の違いだと思ったところ。思ったところ。コンビニ。日本のコンビニ結構広いね。韓国だと本当になんかミニコンビニみたいな感じが小さいので。そうですよね。日本に来たらなんか、コンビニがめっちゃいる。お弁当もいろんなものあるし、ギフトカードとか。そうだ、そういうのも結構多いから、コーピー機も全部ある。韓国でコーピー機あったっけ？同じセブンイレブン見たことない。こんな小さなお店で。すごい、コンビニがすごい日本では便利だなって。で、他にもう一つは、日本ではカラオケバーがある。YouTube でよく見てる話なんですけど、韓国にないんですよね。やっぱりないか。休みの時は本当にいつもカラオケバー行ってて、それで歌いながら、演歌の方がちょっとよく歌うかもしれんけど。演歌ですか？皆さん知ってますね。さっきの年をこれ見たら、チェドヘさん何歳か分かりますね。なるほどね。いい話だ。最後になんか話したいこととかあったら。これからもチャンネル登録といいねをお願いします。最後に話したいこと。皆さん実はですね、これからもサンプチャンネルよくちょっと出演したいんで、このぐらいしなきゃいけないなって、ちょっと思いました。また会う日まで。はい。また会う日まで。
会える時まで。俺なんて上の世代だよ。あ、そうです。え、こう。で、몇살인지알아요？何歳だっけ？あらら。お兄さん、ここ結構来るって言ったんじゃないですか？お兄さんは猫と仲良し。はい。カメラここにあるんですけど。これ。仲良くなる方法がありますか？これ見てみて。かわいい。待って。メカ。そこにおいで。逃げる。猫、かわいいでしょ。ちょっと봐도돼요、ちゃんと。안먹어요。응응네かわいい。ごめんね。もし生徒さんの中で、あ、サポンちゃんだって韓国に先生に なって、楽しいことは、カットするので、もしあの先生じゃなくて他の仕事、もし転職したいと思うんだったら、うん、うちの仕事に、うん、